宇田両炭鉱のトロッコ橋脚跡,跡内離島国土交通省国土画像情報をもとに作成入り表炭鉱は八重山列島の入り表と北西部から内離島にかけて分布していた炭鉱である1936年から1937年にかけての最盛期には各地から1400名の労働者が集まり年間12から13万トンの石炭を産出していたが 1960年に休止となった。西表島及びその周辺は、第3期中心夜に堆積した八重山草群と呼ばれる、ガミや、血岩の地層からなっている。この地層の間に、厚さ15から90センチメートルの石炭層が、3から4枚挟まれており、特に、八重山共炭層と呼ばれることもある。 石炭の地層としては、比較的浅い場所にあり、炭層の厚みが薄いことを特徴とする。石炭層には C、歌詞、クスノキ、タブノキ、白玉、モチノキなどの化石が含まれている。入表島には、古くから燃える石に関する言い伝えがあり、18世紀末に書かれた八重山の文書には、地域の産物として、念石の記述がある。1853年。 ペリー提督が沖縄を訪問した際に、主任技師、R.G. ジョーンズが、周辺地域の地質を調査し、塩や米付近に石炭が存在することを報告した。沖縄東北部にある塩や湾には石炭を含む地層がないことから、これは、り表島西部の石炭を指すものと考えられている。翌1854年には、琉球王府が石炭のある土地に木を植えて、 石炭を隠すよう指示している。1871年、鹿児島の商人、林助が様々な鉱石のサンプルを石垣島の大浜カナに渡して、資源探索を依頼した。カナはまず、石垣島を調査したが資源は見つからず、入表島を調査したところ南西部の先山村付近で石炭を発見し、このことを助けに伝えた。助はすぐに、鹿児島へ報告し、 1872年1月から4月にかけて、鹿児島県役人の伊地地小十郎が現地を調査した。カナは、石炭の存在を国外へ漏らしたとして、琉球王府によって捉らえられ1873年8月に、果てるマとを得る罪となった。琉球処分を経て1885年、政府による調査が行われ、林助けもこれに、同行した。 翌1886年3月、内務大臣、山形有友が、三井物産の増田公社長を伴って視察し、同年5月に、炭鉱で囚人を支援することを提案している。この時期に、三井物産は、入表島西部と内里島で石炭の採掘を開始した。囚人を含む100から200名の労働者が集められ、採掘を進めたが、 マラリアに襲われ1889年9月21日に撤退した。ひどい時には90%以上の労働者がマラリアに感染するありで数十名が死亡している。1891年頃から大倉組や沖縄海運などいくつかの企業が着手したがすぐに撤退している。このような中で1906年に設立された沖縄炭鉱や琉球炭鉱は 日露戦争から第一次世界大戦にかけての後継機に乗って成功を収めた。産出した石炭は、西表島北西部の白浜港や、占い港から横浜、大阪、台湾、上海、香港などへ向けて出荷された。西表炭港の石炭は、発熱量が高かったことから燃料用として、重宝された。大正時代には、新規企業の参入や買収。 合併などが繰り返される一方で、現場においては、個々の炭鉱責任者が独自に経営する、ナヤ制度が一般的となった。1936年から1937年に、かけての最盛期には1400名の労働者が集まり、年間12から13万トンの石炭を産出した。炭鉱は特に内里島と入表島北西部の、中良川川口部や裏内川流域に多く、 分布していた。当初は内里島や中良川川口部の炭鉱が開発されたが、裏内川流域の歌量炭鉱に移っていった。入表島はもともと人口が少なかったため、炭鉱労働者の多くは、島外から集められた。募集人の工場に乗せられて、日本各地や台湾、中国などから実情を知らされないまま島にやってきた人々は、 まず島までの運賃や線量などの借金を負わされ、いわゆるタコベ屋労働を強いられることになる。炭鉱で働くことによって、借金を返済することになるが、給料は、ナヤガシラと呼ばれる個々の炭鉱責任者が管理しており、実際にはほとんど支払われることがなかったと言われる。給料の代わりに、炭鉱ギップと呼ばれる資政貨幣が支給され、会社経営の売店で、食料や、 日用品と交換することができた。炭鉱ギップは、ある程度集めれば、通貨と交換できるとされていたが、実際には交換されないばかりか責任者が、交代すると、噛み切れ同然となった。すなわち一度炭鉱にやってくると二度と帰れないというのが実情であった。炭鉱での労働は過酷なものであった。炭層が薄いため行動が狭く。 地面を這うようにして作業をしなければならなかった。しばしば落盤事故が発生。衛生状態は悪く寄生虫やマラリアが蔓延していた。多くの労働者は博打に教じ治安も悪く暴力沙汰は日常茶飯事であった。当該へ逃亡するにも会社の連絡船しか交通手段がなく運よく近隣の島まで逃げられたとしてもすぐ炭鉱関係者に捕らえられ引き戻されるだけであった。 1941年に太平洋戦争が始まると多数の労働者が軍隊に招集され人手不足に陥った。さらには船浮き臨時要塞建設への動員や炭鉱所有船舶の徴用などが行われ、食料供給もままならなくなったため1943年頃までに休止状態に追い込まれた。終戦後はアメリカ軍に接収され、百四十九年に いくつかの炭鉱を再開したが、うまくいかず、民間へ払い下げられた。1953年に、琉球強発が事業を再開したものの採算が合わず1960年に、休止状態となった。1959年に提案された入り表、開発構想に基づいて、資源調査が行われたが、薄い炭層では、採算が期待できないことなどから再開には、至らなかった。 ありがとうございます。